カツラーメンの大盛り大でお願いします。カツラーメンの大で、大で、はい。あとあの一口鶏唐揚げ並のやつ一つ、はい、お願いします。あ、ちなみにお店の名前ってあれなんですか、なんか意味あるんですか。あ、じゃあ2代目みたいな。あ、もうここやられてる。あ、そうなんですね。すごい気になってたんで。すいません、ごちそうさまでした。よかったな。駐車場はね、あのここですね、この敷地内の。あっさりの塩ラーメン、塩ラーメンで、ね、僕あのまんま食べないんですけど、あの全然あのいけますね。であのあっさりね、あの優しい感じで、あのほんのりあの醤油というかね、程よい味がして、あのカツの良さで、さらに、ね、この唐揚げと一緒に食べたら本当に間違いないなと思います。昔ながらの唐揚げ、そしてラーメン、ぜひあの行ってみてください。ごちそうさまでした。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。